はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画は新しい情報です。納付書が届かなくなるかもということで、納付者の送付対象者が見直しをされます。こちらの内容について本日は動画で一緒に学んでいきましょう。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS をいろいろとやっています。またビジネス書2冊出版しております。どちらも YouTube の概要欄から詳細飛べるようになっておりますので、ぜひ一度チェックしてみてください。それでは早速本日の内容。納付書が届かなくなるってどういうこと？送付対象者の見直しについて一緒にスライドで見ていきましょう。はい、重要。納付書が届かない。こちら、しっかりとチェック一緒にしていきましょう。本日の内容です。プレプリント納付書が送られてこなくなるということで、どういった方がですね、送付の見直し対象になっているのか、スライドで解説をしていきます。その前にまず、納付書って何？というね、疑問を持つ方もいると思います。そして、プレプリントされた納付書って一体何なの？このあたり、しっかりと説明をします。次に、送付対象の見直し。どういった方が納付書を送られてこなくなるのかしっかりと紹介します。そしてスタート時期とその背景について説明をします。そしてプレプリント納付が届かなくなった時にですね、納付書が欲しい人はどのように対応すべきか、こちらの点もしっかりと最後解説しますので、本日の動画もぜひ最後までご覧になってください。そして最後まとめ、本日このような流れでいきます。ではまず納付書って何なのというところから次のスライドで説明をします。こちらが納付書の見本になっております。国税庁のホームページから持ってきています。納付書というのは分かりやすく一言で言うと、税金を支払う用紙になっております。こちらの用紙、皆さん見たことある方多いんではないでしょうか。こちらの用紙にですね、自分の税金の支払う金額を書いて、金融機関の窓口に行って支払う、または税務署の窓口に行って支払うというのがですね、大きな流れとなっております。こちらが納付書になっています。オレンジ色の線で枠が記載されているもの、これを納付書と言います。では次にプレプリントって一体何？プレプリントされた納付書ってどういう意味なのっていうふうにね、思う方も多いと思います。このプレプリントの納付書というのはですね、こちらの見本の状態は全てのところですね、手書きで記載しているっていうサンプル例になってるんですけど、プレプリント納付書というのはですね、皆さんが支払う税目、この税目がどこかと言いますと、こちらになります。ここのとこではですね、申告所得税および復興所得税ということで、所得税を支払う納付書となっております。こちら、消費税の納付書の時には消費税というふうに記載されております。この税目と、また、あなたの住所や名前などがすでに記載されている状態、プレプリントされている状態のものをプレプリントの納付書というふうに言います。こちら、名前や住所がすでに記載されている納付書を使うと、ミスも防げますし、私たちの方もですね、毎回毎回名前と住所を書くよりもずっと手間が軽減されるというわけです。では納付書というものがどういったものか分かったところで、次はこの送付対象者の見直しについてスライドで解説をします。はい、こちらが今言ったようなプレプリント納付書、送付対象者の見直しとなります。上から順番に見ていきましょう。まず1つ目、e-Tax により申告書の提出が義務化されている法人の方。これ、申告書の提出が e-Tax、要は電子申告でもう出してくださいって義務化されている方。例えば大企業などが該当します。大企業の方はですね、もう e-Tax で法人の申告書、決算書を送るというふうに義務化がされております。ですので、そういった方にはですね、もうプレプリントの納付書を送りませんよということになっております。とはいえ、こういった大企業の法人の方というのはすでにですね、もう納税額が10万とかいうね、レベルではなく何千万単位というような納付額になっている会社、大企業多いですので、そういった時にですね、納付書を金融機関の窓口や税務署に持って行ってですね、その税金額を払うというのはもう非現実的です。現金で支払うというようなね、方法は取っていないということで、もう1番の方はプレプリントは送りませんよということです。次2番目。今今度はですね、e-Tax により申告を提出している法人の方も対象になります。こちらは先ほど1番のような義務化されていないんですけども、小さい規模の法人でも、また中小企業の法人でも e-Tax でもね、申告書を出している方はもう納付書の方は送らないよということになります。3つ目、e-Tax で予定納税額の通知書の通知を希望した個人の方、こういった方も送付対象者の見直しということで、プレプリントされた納付書は送られてこなくなりますのでご注意ください。おそらく4番がですね、私の YouTube 見てる方に一番該当してくるかなというふうに思います。次の納付書を使用しない手段により納付している法人および個人の方ですね。こちら個人の方、該当している方多いと思います。納付書を使わない手段に何があるかと言いますと、ダイレクト納付、振り替え納税、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付というような方法でもうすでに税金を支払っている方に対してはですね、納付書自体が届いたとしてもですね、結局使わずに破棄して、こういった納付書を使わない方法でもともともう納税をしているんだから、納付書自体もいらないですよねということで、プレプリントの納付書の見直し対象者に該当しているということになります。ではもう少し詳しくこの送付対象者の見直しを一覧表にしているものがありますので、次のスライドで移します。はい、こちら送付対象者の見直しについてです。こちら法人バージョンもあるんですけど、私の YouTube はですね、もともと個人事業主、フリーランス向けに絞った内容の動画を投稿していってますので、今回個人納税者の表をこちらで紹介したいと思います。上が見直し前、下が見直し後になります。そして重要なポイントですね、ここの赤のペケの印を見てください。この送付対象者の見直しはじゃあいつからスタートするかと言いますと、令和6年の5月送付分からスタートします。ですので赤いペケ印がついている方、こちらですね、令和6年の5月以降プレプリント納付書が送付されないというふうになりますので、こちらご自分がどこに該当するのか、皆さんちょっと表を見ていただいて、納付書は自分は届くのか届かないのかというチェック確認作業をしっかりとしてください。ではこの送付対象者の見直しをどうしてされることになったのか、その背景、理由について見ていきましょう。こちら背景についてです。まず1つ目の理由、キャッシュレス納付の推進を国自体、税務署自体がしているっていうことが1つ目の背景になります。2つ目、 e-Tax 確定申告の利用が拡大していて、もう推進しているということで、ほとんどの方がですね、確定申告する際に電子申告 e-Tax を利用して提出していることがかなり増えているというデータが出ております。こういった背景を踏まえて、プレプリントの納付書の送付対象者を見直しましょうという流れになっております。その他の理由として、令和4年の12月の1日からですね、スマホアプリ納付を導入しております。こういったように徐々に便利なものができてきてるんだから、なるべくこういったものを現金払いじゃないように税額を納めてくださいねという流れになってきているというわけです。もう1点理由があります。令和5年度の税制改正でこちら入った内容なんですけども、ダイレクト納付の利便性の向上措置がされる予定となっております。こういったように税制改正によってもですね、キャッシュレスの方向に進んでいきたいという流れもあって、プレプリント納付の送付書を見直しているというわけです。この利便性の向上措置については次のスライドでどういったものか紹介します。そしてこれもね、理由の大きなものだと思います。行政のコスト削減と効率化ということです。この納付書を郵送する手間と、また郵送代、そして印刷するコスト、これ皆さんの税金から負担されているものになります。こういったことを考えるとですね、やはり必要のないものを郵送するっていうのはどんどん減らしていきたいっていうのは自然な流れなのではないでしょうか。では次のスライドでこの紹介した利便性の向上措置とはどういったものか見ていきます。こちらです。ダイレクト納付の利便性ということで、自動的に口座から引き落としが可能になるのが令和6年の4月以降予定をしております。国税庁に発表があった内容で、令和6年の4月以降導入予定となっております。どういったことかと言いますと、ダイレクト納付を行う意思表示を行った上で、チェックを入れてですね、申告データを送信すると自動的に金融機関にその情報が飛び、金融機関で口座引き落としができるようになるという予定です。これによって、利便性が上がりますので、こういった方法で納税をしてほしいと。なので、納付書のプレプリントされたものはだんだん必要なくなるよねということで、送付対象者の見直しがされているということになります。では、次に、とは言ってもですね、自分はまだ現金で窓口に行って払いたいという方いらっしゃると思います。どうしても納付書が欲しい場合、そういった方に対して、税務署の方はですね、対応策を発表しております。では、一体どういった方法で納付書をもらえばいいのか、次のスライドで解説をします。その後の対処についてです。対応方法を紹介します。こちらの対応方法、令和5年9月27日現在の対応方針として、国税庁から発表されているものになるんですけど、今後変更やですね、追加するっていう可能性もあります。そういった場合もあるということをご了承ください。まず対応方法、どうすればいいのか。自分は納付書がまだ欲しいと、納付書を希望する場合にはですね、税務署に依頼を出してください。そして、今のところ税務署に依頼が来た希望者全員に送付する予定だというふうに発表がされております。ですのでご安心ください。ただ希望をしないとですね、送られてきませんのでそこ注意しましょう。そしてその他依頼する時の注意点を紹介します。まず1つ目、所轄の税務署に必ず連絡をするようにしてください。所轄の税務署というのは自分が普段確定申告を提出している税務署になります。どこが自分の所轄の税務署なのかわからないという方、Googleやヤフーでですね、所轄税務署というふうに調べますとリスト出てきますので、そこで自分が該当する、住んでいる地区によって所轄の税務署が決まっておりますので、そういったもので調べてみてください。特にコンビニ納付を希望する方はですね、この所轄の税務署に必ず連絡をしてください。そして税務署に依頼連絡をすると、ほとんどの方電話で納付書欲しいですっていう方多いと思うんですけど、窓口に行って依頼してももちろん構いません。何を聞かれるかと言いますと、氏名、税目、何年度分の納付書が欲しいのかというようなことを確認されます。そしてこの確認が終わり次第、その場ですぐにね、納付書もらえると思ったらちょっとタイムラグがありますので、ここ1点注意点です。納付書はですね、情報を聞いて税務署の側は作成をして印刷をかけます。要はご自分の名前や住所が入った納付書になりますので、その印刷をかけるのですぐに手元に届くわけじゃないんですね。なので納付期限が明日なんですって言ってこの依頼をかけてもですね、手元に納付書が届きませんので、余裕を持った行動をとるようにしてください。もしかしたら税務署の窓口に直接行って依頼希望をすればですね、税務署の職員の方の手が空いていれば少し待っていただければ納付書印刷してですね、渡してくれる可能性もあるかもしれませんが、確実に絶対に大丈夫というふうには言えませんので、やはり納付書が欲しい方はですね、余裕を持った行動をするようにしましょう。はい、というわけで本日のまとめになります。納付書が届かなくなる方がいるかもということで、対策方法はですね、まず1つ目、払い方を変更するというものになります。そして2つ目、先ほどのスライドで紹介したように税務署に欲しいと希望を出すというこの対策、2つの方法があります。たまにある声としてですね、税務署から納付書が届かなかった、確定申告用紙が届いていないということを理由にですね、納付書や申告用紙が届かないからですね、申告しなくていいとか納付しなくていいというような理由にはなりませんので、こちらは勘違いのないようにご注意ください。というわけで本日は納付書が届かなくなる方が出てくるかも、送付対象者の見直しについて動画で解説させていただきました。まだチャンネル登録されてない方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、私は税理士川南のオンラインサロンを運営しております。詳しくは概要欄の URL から飛べるようになっておりますので、詳細気になる方はぜひチェックの方をお願いします。Facebook の非公開グループで運営をしております。メリットが4つあります。まず1つ目、税理士に質問と相談が24時間いつでもできるという点です。こちら、投稿することで私が文章で直接返信をしますので、チャットで相談をするというようなイメージを持っていただけると分かりやすいかもしれません。2つ目のメリットは、メンバー全員経営者、起業家ばかりですので情報共有ができるということで非常に好評です。3つ目、私が平日毎日ビジネスに役立つ記事を投稿しております。SNS や YouTube の裏側、またですね、私が今どんな仕事を手掛けているのかなどなど裏話などオンラインサロンのみだけに上げている情報になります。こちらの記事の購読権利が3つ目のメリットになります。そして4つ目、定期的に Zoom サロンを開催しております。こちら2ヶ月に1回ぐらいの頻度で開催してるんですけども、Zoom 上で私に直接接質問することができますし、またメンバーさんと直接顔を合わせて Zoom 上で情報交換ができるということで非常に好評です。こちら Zoom 会議の参加権利はオンラインサロンメンバーのみの特典となっております。こちら4つの特典ありますので、ぜひ入会の方お待ちしております。はい、そして YouTube チャンネルの登録まだの方、ぜひチャンネル登録お願いします。またいいねや高評価ボタン、コメントいただけますと励みになりますのでよろしくお願いします。またビジネスを2冊出版しております。Amazon Kindle 版どちらもありますので、興味のある方はぜひご購入の方よろしくお願いします。また Amazon のレビューをしていただけると非常に喜びますので、まだレビューしてないなっていう方は感想の方を Amazon に送っていただけると嬉しいです。はい、というわけで本日の動画はプレプリントされた納付書が送られてこなくなるかもについて解説をさせていただきました。こういったようにですね、だんだん徐々に時代の背景に合わせて変更や今までなかった動きというのがどんどん出てきております。皆さんこれから確定申告シーズンを迎えますので、e-Tax できるように、確定申告できるように、そしてですね、こういったものに乗り遅れないようにしっかり対策をしておきましょう。というわけでこれからの時期、自営業フリーランスの方が確定申告に役立つ動画投稿予定となっておりますので、チャンネル登録してお待ちください。では、いつも最後まで動画見てくださっている方ありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの YouTube でお会いしましょう。それではまた。